ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の三馬、対するバファローズの先発は右の山本、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。マリーンズピッチャーを変えてきました。三馬降板、右のカスティーヨ、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターはギボ、今日はファーストフライとフォアボール。第2球投げました、流し打ち、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。1番ライト。第9球ツーシーマーストライク、思い切って振っていきました。初球空振りから第2球ボール。投球はこれから3球目、内角低め見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、ボール。第5球投げた、インコース低め、空振り三振。先ほどからサードの守備に入っています宗。第9投げた、初球から掴んで、これで3アウトになります。カスティーヨ3人でピシャリと抑えています。7回の表が終わって5対2です。バファローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番中川。第9投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ、打ちました。これは内野ゴロ。中村ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のシュインデル。第9投げた、打ちました、初球打ち、中村掴んだ、一塁へ送る、カスティーヨ取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。第9投げました、打った、ご注意ください。さあ次の投球、打った、中村交代、ヒットになります。頓宮いいバッティングを見せました。バッターは6番若月、今日4打点を挙げています。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、インコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ストレートはボール、アウトローへ。第5球投げた、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、中継。若月ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。これはかすった形になりました。第2球ストライク。第3球はボール、投げた、高速シンカーはボール。第5球投げた、打った、取って、これで3アウトチェンジ、2者残塁。8回の表が終わって5対2です。これが進化したベースボールスタイル。マリーンズ敗れました。ご覧のように本日の試合はバファローズの勝ちでございました。勝利投手平野義久、西武コニータ、敗戦投手増田でございました。さて本日のヒーローは若月、本当に今日は大活躍でした。